アゴー C2 アゴー C2 は第一次世界大戦で使用されたドイツの推進式複座複様偵察機、爆撃機である。1911年にミュンヘンに開設されたアゴー航空機会社が1915年に製作した偵察、爆撃機。前作のアゴー CI の改良型で吹きさらしで交換枠組みだけのコクピットとブームを廃止、搭乗者を包み込むナセルとソーテールブーム式の胴体を備えて空力デザインを洗練させている。ナセル後方へ CI より70馬力パワーアップした220馬力のメルセデス D 4列型発動機を推進式に搭載する。当時としては性能に優れ、かつ実用性に富んでいたため、1917年まで運用された。降着装置は固定脚のオリン式だが、面白いのは脚部が前後に一組ずつある4輪なところである。このうち前脚部は正確には滑走時の転倒防止用補助輪であるが、なぜ前足1、主脚2のオーソドックスな3輪にしなかった理由は不明なものの、これが乳母車を連想させる本機のユニークな外見的特徴となっている。武装は機首に偵察員が操作するパラベラム MG14 旋回機銃が一丁。爆撃機能も付与されたが、それは後の本格的な爆撃機とは違い、偵察員が手で投下する小型爆弾が数発のみとささやかなものであった。海軍向けに総フロートを装備する C.IIW も2機製作された。諸元性能武装。ありがとうございます。